はい、皆さんこんにちは。趣味で中国語をやっておりますポンちゃんです。お久しぶりです。職業中国人のムイムイです。今日はね、はい、ちょっとあのうちのチャンネル久しぶりの、はい、あのトーク企画です。おーっとやっと来ました。最近ちょっと気づいたんだよな、俺日本語下手になってねえかってそろそろ喋んなきゃと思って自分のチャンネルではもうほぼジェスチャーなの？そう、ジェスチャーは喋ってないんだ。体であの動かすから、うちのチャンネルは。なるほど、もう体を張る企画ばっかりやってきて。そう、なのでね、今日はね、お梅さんに、はい、中国人女性が喜ぶプレゼントベスト5を、はい、教えてもらいたいんですよそれはキャスティングミスではなくいや、逆に男の気持ちも分かる、女の気持ちも分かるからその真ん中の役としては多分一番、もしザ女の子呼んだら偏るかもしれないんだよ。あ、みんなもうなんかブランドものとかに。そう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 。なのでこの真ん中の役、逆にちょっとポジション的にいいかもしれないです。そうですね、まあ私も、まあ、一応女性ではありますけど、なんかそんなに高ければいいもんじゃないって思ってるので、やっぱもう若くないから俺も若い子を落とすんじゃなくて、もう社会人の女の子を落としていく根拠は。いや、それはだいぶもうアプローチの仕方も変わってきますね。そうです、そうです、そうです。俺もちょっと自分の考えあるからちょっと当てに行く。おお、いいですね。そう、当てに行きたいんですよ。まあ俺が思ってるものを、うん、そう、一体ちょっと中国人女性どこまで通じるか自分も知りたいんですよ。ああ、それいいですね。ちなみに、はい、生まれてからちょっと3回ぐらいちょっと女の子にプレゼントしたんですよ。おお。28年で3回。多分少ない方です。あ、もうその多分少ない方。確かに確かに。少ない方。割とうん、まばらですね。毎回ちょっと失敗してます。失敗してますとか、地獄行き全部。そんなに、そんなに。そんなに、いや、そんなにです。そう、本当に1回目は高校の時好きだった子にチョッパーの帽子を誕生日プレゼントとしてあげたんです。お、結構まあマイナーちゃん、マイ、まあその子がワンピース知ってるかどうかにもよります。知らないです2個目はラッシュの入浴剤を、あのボール、そう、そう、セットなんだよ。4年前か3年前、ちょっとバイト先にちょっといい感じになった子がいて、うん、その子追っかけた時に、うん、プレゼントしたんですよ。それ知ってんな、私。そうそうそう。それ知ってんな。あの子、シャワー派だって。いや、これもマジで、普通の中国人だったら、はい、まあ、大多数ね、お風呂入んないっていうか、その湯船に入んないんだよ。みんなシャワーだから使わない。そう、私はめっちゃ最近入浴剤ハマってるけど、はいはい、いや普通みんな使わないんだよ。いや、でもなんかロマンあるんじゃん、あれ。じゃ、何のロマン？送った翌日、うん、ブラックリストに入れられたそれほど？そう、それほどか。まあ、タイミングとかいろいろあってね、今まだに連絡取り合ってないんですよ。もう、入浴剤が悪かったのか。3回目、はい、3回目はもう去年の彼女に初めて、うん、もうすぐ1ヶ月記念日なので、ほうほうほう、ちょっとなんかちょっと特別なものあげたいじゃん。なるほど、まあその気持ちは大事ですね。デザイナーのフェスがあるんですよ。いろんな日本の各デザイナーが集まって物を売るイベントがあって、うん、それたまたま行ったんですよ。で、そこに元カノ、あの時期結構帽子かぶってたから、うん、帽子の外になんかちょっとつけるんじゃん。あー、なんかブローチっていうか、そういうなんかアクセサリー。そう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 。それプラスなんか髪とか開ける時なんかちょっとここもなんか、まあ、ヘアピンとか。そう、ヘアピン、そうそうそう、うん、これだなと思って、一番の個性あるちょっと猫のお尻が並んでるやつ、うん、ヘアピンね、うん、で、帽子のやつはまあ同じセットなんけど、まあ、猫のお尻か、猫の頭わかんないんだけど、それもワンセットずつ買ったんだよ。あげたんだよ。その3日後に振られたって。そのヘアピンが理由かもしれないね。だから、俺はもう多分ね、今後も女の子にプレゼントあげることはできないかもしれないです。まあ、とりあえずね、失敗、過去の失敗を、はい、踏まえた上、今日はね、トップ5を当てていくから。そう、はい。花。あ、花束ってこと？そう、花が花束です。まあ、これ多分、外れないと思うけど、うん、花が嫌いな女の子、そんなにいないと思います。まあ、でも、例えば、はいはい、
その子がちょっとなんか、なんか花粉アレルギーとかじゃなければ、はい、基本みんなすんなりと、まあ、花もらって、まあ、よっぽど嫌いな相手じゃない限り、多分困ったりはしないと思います。オッケー、花、セーフ。花セーフ。セーフなのか。メモっとく。まあ、でも割と定番ではあります。まあ、でもやっぱその何かしらの記念日の方がいいかも。記念日じゃなくても、その七夕とか、中国の七夕とか、クリスマスとか、そういうなんかカップルが一緒に過ごす日。カップルじゃないんだよな。カップルじゃないんだよな。じゃあちょっと重い。化粧品。何回？あ、化粧品。安牌。化粧品か。いやでも化粧品を送るときって、女の子ってなんか肌質とかあるじゃん。はい。で、色とかもう合うかどうかが結構分かれちゃうんだよ。今ちなみに何を想定してる？ファンデーションとかそれともアイシャドウ？いや、口紅。あー、口紅か。口紅も色の好み あるんだよ。いやでも俺確かにスーさんに言われたんだよ。とりあえず口紅は間違いないだって。困らないだって。まあそうだけど、うん、女の子は多分複数以上の、まあ、リップクリームとか持ってると思うんだけど。そっか、まあでもシャネルのリップティントとかあの辺だったら別に何色でも映えるから、うん、まあ間違いないかな。まあ高い口紅だったら多分大丈夫です。これは多分大丈夫です。でも相手が化粧しない人だったらどうすんの？いや化粧しない人とは付き合わない。一緒に旅行へ行く。あ、プレゼントというか旅行プランを全部ちょっと用意して、あ、その旅行行くっていう。あ、いいじゃん。あ、来た。これいいじゃん。来た。これはちょっと予想できなかったけど、うん、俺一番嫌いだからね旅行は。まあでも関係性にもよるけどね。曖昧な関係性だったら誘っていいんですか？いいと思う。ちょっと脈ありの時に、いや、むしろ誘うべき。脈ありがなしが俺ちょっと読めないの。そこはまずそこね。これ親戚の話なんだけど、はい、いとこの妹が、はい、なんかお見合いで知り合った男、うん、まあ何回かご飯一緒に行って、じゃあ次どうしようってなった時に一緒に旅行に行ったわけ。まあ結局そこで別れたんだけど、別れたっていうか、そこなんかなんていうの、普段ご飯食べるだけだったら、うん、なんかその人の生活習慣とか分かんないじゃん。かといってすぐ同棲っていう、まあ、わけにもいかないから、一緒に旅行に行って、まあ、同じ部屋に泊まるとか、それでなんかその細かいところまで分かるから。でも逆にさ、一緒に旅行に行ったら細かいところまで見られちゃうんだよね、女性に。この人と一緒にこうなんていうの、付き合っていけるかどうかのその判決が下されると思う。いいんだけど、まあちょっとリスクは多少ありますね。考え方としてはもう合ってるが、うんうん、まあまあ、次はうまくいくってことです。まあ、いい線いってるよ。あ、いい線いってる。今のところ全部外れないじゃん。あ、割とせいいセンスしてる。いやー、よし、うん、よし、パワーストーン。どういうこと？パワーストーン。そう、翡翠とか玉とか。え、そう、マジか。お守りみたいなもの。いや、パワーストーンはまださ、例えば、はい、ブレスレットとか。はいはいはい、そう、そういう系、そういう系。え、玉はちょっと重いな。重いな。いや、だって普通なんか母親が子供に買ってあげるようなもんじゃない？あ、そう。あれってなんか、で、身につけるものはさすがに、まあ関係性にもよるけど、私、なんか仮に母親とか買ってくれても、はい、いや、いらないってなる。あ、まあ、私だったらね、迷信とかお守りみたいなちょっとおしゃれっぽいやつ、じゃアクセサリー、普通になんか普通のアクセサリーだとちょっと重すぎるんじゃん。でもそういうなんかね、お守りみたいなやつ、女の子だって大体迷信じゃん。そういうなんかね、星座占いとか信じるんだから。まあ人にもよるけどね。そうだから、そういう系とかあげたらまあね、えんちゃうと思うんだよな。パワーストーンか。でも例えばさ、たまたま私みたいに迷信じゃない人だったらちょっと引いちゃうね。あ、この人めっちゃ自分のなんか、なんだろう、相手がそういうの信じるの別にいいんだけど、はい、でもそう、自分が信じてるものをなんか押し付けてきた感がちょっと感じちゃうと引いちゃうっていう。 ね、なので誕生日席が一番無難。あ、なるほどね、っていう個人的な意見でございます。次、はい、
お金これは不動の1位ですな。やっぱお金ですわ。いや、まあ、やっぱお金ですわ。お金、ああ、やっぱ納得。いや、で、お金もらったら自分の好きなもの買えるから。そう。まあ、でも、これも、一応関係性が出来上がった上のやり取りですから。例えば、うん、まあ、なんかもうすでに付き合っていて、はい、この付き合ってる間が長ければ長いほど、まあ、お金は OK。でも、例えば、まだ、正式に付き合う前とか、うん、まだ一緒にご飯を食べるぐらいの関係性だと、うん、ちょっとお金のなんかお金になってくるとうーんってなっちゃう。だってこの、あ、この人もう何でもかんでもお金で解決しようとしてるっていうのが、あ、まあ、ちょっとあんまりマイナスイメージかなって思っちゃう。そうか、俺は普通に別に付き合う前でもできるだけちょっとお金をあげれるならあげたいんだよな。いや、それは絶対ダメダメなんだ。それは絶対ダメ。安全感というか安心感も与えたいんだよ。いや、それはお金で解決できるような問題じゃない。もちろん経済力は大事ですよ、はい、経済力は大事ですけど、でもやっぱその性格とか、はい、見るじゃん、うん、まあ、経済力大事ですけどで、この人はもうお金は持っているけど、何でもかんでもこうお金で楽にしようと思ってる人はちょっと無理な感じは。いや、くそー、マジか、金じゃねえのか。いや、金はまだ金だ。1位ではないね。1位ではない。個人的に、まあ、実用性のあるものがいいかな。まあ、ブランド品のバッグじゃなくても、なんか ポーチとか小銭入れとか、あ、まあ、個人的な意見ですけど、あ、そういうなんか絶対使うようなもので、はい、デザイン性よりその丈夫さ重視な、そういう品がいいんじゃないかな。直接言ってくれれば買ってあげたのにな。あ、それが一番いいんじゃない？何が欲しいって聞いて、で、一緒に買いに行くっていう手もあるかもしれないですね。今年の誕生日そうするか。まず相手を見つけることから。そうだね。いや、今年はいけると思うわ。なるほど。もうぜひ頑張ってください。まあまあまあ、もう4月ですからね。もう4月以降生まれの子を狙いに行くしかない1月2月3月はもう遅いです。無理かもう来年になっちゃう。無理か、マジか。まあ、今年度、まだ今年度のうちですか。もう早めに見つけないとちなみに私が聞いた一番なんか理解できなかったプレゼントが、はい、SNS のフォロワーを買ってあげたっていう。うわ、意味不明。しかもその子別になんか、はい、インフルエンサーでも何でもない一般人、はい、なのにフォロワー買ってあげたっていう。バカ。うん、ちょっと意味不明。アホやな。もう分かんない、分かんなかった、分かんなかった。まあでも多分俺今までやってきたことそれっぽいんだよな。自分の思い込みでなんか買ってあげて、そう。喜んでくれると思って。そうそうそう、俺はちょっと違う男だぞってちょっとアピールしたくてさ。うん、それがダメなんだよな。ノーマルでいいんだよ。ノーマルでいいんだよ。